毎日くまこ。みんなおはくま。本日5月22日はパックマンのお披露目日くま。1980年の今日、ナムコからアーケードゲームパックマンが発売されたくま。同社から発売されていたスペースインベーターの大ヒットによりアーケードゲームが流行し、女性にもゲームを楽しんでもらえるようにと開発されたのがパックマンなんだって。あ、こんなところに小さいパックマンが。かわいいクマね。わわわわわわわ、でっかいパックマンが現れた。クマ食べられる。はっ、ここは海？パックマンの中に世界が広がっていた。クマ、もしかしてクマ子がもともといた世界もパックマンの中だったのかな。まだまだ世界にはクマ子が知らない不思議がいっぱいある。クマね、みんなのいる世界は誰かのお腹の中かも。